食べるノート第2話、蒲焼きで食うべきか白焼きわさびで食うべきか、それが問題だ。うなぎの大群にもみくちゃにされながら殺される男というのを演じたことがある。浜松の養鰻場で犯人役の僕がそこに落ちてうなぎと共に果てるというシーンを狙ったのだが、繊細なうなぎたちは大暴れせずにそこで息を潜めていたため、実に地味な死に様になった。でもおかげでトラウマにならず、今でもうなぎは大好きだ。うなぎは吉塚うなぎに限ると口癖のように言っていた博多っ子の父親だったが、その福岡の名店にはただの一度も連れて行ってもらったことはなかった。そりゃうなぎは贅沢品だが、実の子に食わせるのも惜しいとはいかがなものか。新天地東京でそこに匹敵するような特別な店に出会う必要がある。そう思って飛び込んだのが下北沢の野台和だった。当時はまだ天然物も供されていたのか、肝に釣り針ご注意なんて文字に胸が高鳴る。確かにうな重は高価だが、自分へのご褒美としては申し分ない。寿司、焼肉、フレンチなど数ある中で僕はうなぎ派を辞任することに決めた。しかしその後芝居にのめり込むにつれ、褒美にはなかなかありつけない貧乏生活が続いていく。そんな中、舞台ハムレットをやった時にあるフェンシング指導の先生と出会う。本職はうなぎ職人だった彼に、一度食べにおいでと言われて行ったのが神田の菊川だった。久々のうなぎに心躍ったが、フェンシングとうなぎとの関係を問うた僕に、どっちも刺すものだろうという先生の答えで味の記憶がぶっ飛んだ。とにかくうなぎは特別だ。スーパーで買ってチンして食べるなんてもってのほか、まして牛丼屋でうなぎ湯なんつって牛と一緒に乗せられるうなぎの気持ちになってみろってんだ。年に1回や数回、焼き上がりまでの数十分、かぐわしい香りとともに自分の努力苦労無念も成仏させて、出来上がりを一気に書き込み、全てを忘れて明日に向かう。そんな食い物なんだ。うん。ちなみに墓参りで福岡に帰った時は必ず吉塚うなぎに立ち寄り、うな重に舌包みを打つ。亡き父を思って重箱の蓋の上にうなぎの一切れをお供えしてなんてことは一切しない。重箱の隅まで舐め尽くす。食べ物の恨みも特別根深いのだ。今回の付録はうなぎということでね、うな重、阿部さんのイラストは肝水。さあ何を用意していただけたのか。これなんていうんですかね、うなポッキ、うなボーン、うなぎの骨の骨せんべい、まあ、骨せんべいですね、骨せんべいが用意してあります。こう頭の中がうなぎにこう支配されてても、まあ、これなら我慢できるかなと。意外と美味しいんですよ。どこ食ってもやっぱうなぎはうなぎなんですよね。この芯にかば焼きの香りもかすかにあるっちゃある。骨せんべい、そろそろちゃんとしたうな重が食べたくなった頃かなと思います。では皆様、また次の週でお会いしましょう。